仕掛けるチャンスまで絶対離されない。藤原はやはりカウンターアタックを狙ってるんですかね。おそらくな。だがカウンターアタックを仕掛けても勝ちはない。そのことに気づくかどうかだ。俺の吹き上げた水煙で全く見えるはずのねえ速攻になぜそんな正確に合わせられるんだ。落ち着くんだ。ここはともかく冷静にならなきゃな。焦ってリズムを狂わせたら命取りだ。どんなにくっつかれていたって抜かれることはない。負けない作戦に切り替えていきゃいいんだ。煙で視界はほとんど効かない。だけど不思議と怖さは感じない。藤原が東道塾との第2ラウンドで見せたブラインドアタックを覚えているか。ええ、忘れようにも忘れられませんよ。夜の峠をライトを消して走るなんて。今の藤原を支えているのはそれと同じ種類のテクニックと能力だ。というと？目から入ってくる情報が不足していても頭の中に浮かべるイメージでそれを補うことができているんだ。藤原はこの能力にかけては突出したものがある。限界スピードを瞬時に読み切り、目印のないアスファルトの路面に狂いなく乗せていく。全てはイメージなんだ。それこそが藤原の天才的なテクニックを支えている原点かもしれない。何？べったり疲れてる？本当か？今どこだって？鉄塔脇の
連続 S 字あたりだ。この調子じゃ1本目で決めるのは難しいぞ。坂本さんの話を聞くまでは何とも言えないが、とりあえず2本目の作戦を考えておかないとな。カプチーノが後追いのシミュレーションか。まあ言ったな。そもそも2本目があるとは考えていなかった。全ては雨か。カプチーノで数日間しか走り込みしていない坂本さんと違い、相手はあの86の全てを知り尽くし、自分の体の一部のように扱えるんだ。コースがドライなら、でもこの雨を、あの86はこの雨を味方にしているんだ。嫌な感じだぜ、さっきから何かを仕掛けようとする気配だけがビンビンに伝わってくる。この狭いコースに雨だ。何考えてやがる。ち、ふざけんなよ。無茶なことは考えないで、おとなしくそこにいりゃいいんだ。ここだ。自分よかコーナーの速い相手にカウンターは無理か。いや、もう一回この先の連続コーナーのどこかでもう一度。次が最後のチャンス。凌介さんができると言うなら絶対できるはずだ。残りはもうちょっとだな。そうっすね。俺は今でも忘れられない。雨の妙義で藤原に抜かれたあの時のショックとインパクト。車が軽いってことがどれほど有利な材料か知らねえけど、雨の中で藤原が負けるなんて俺には考えられない。何が何だか分かんねえけどすげえラッキー。けど今のミスでまた少し離された。やっぱカウンターはダメだ。通用しない。でもそれじゃ、例えばエンペラーの須藤恭一のやり方、あれなんかは有効だ。忘れるなよ、今までとは正反対の発想がこのバトルの勝利の鍵だ。ウンターアタックじゃないとしたら、凌介さんは。
怖かった。俺のアドバイスは分かりにくかったかもしれないが、今現在藤原がカプチーノについていけてるということは、正確に理解はできていなくても肝心なポイントだけは実践できてるってことだろう。ええ、でも大丈夫かな。序盤と中盤は食らいついていけさえすればいい。それが一番の難関だったからな。仕掛けるのは、そう、最後の最後、相手の最大の武器である軽さが武器にならない場所で抜きに行く。ええ、今日一ならそういうところをきっちり抑えてくる。それが一番安全で確実な抜き方ですからね。その一番安全で確実なやり方をすんなりやれるかどうかがあいつにとっての最大の課題なのさ。この先のフラットなストレートが俺にとっては最大の泣きどころなんだ。意地でもここで抜かれるわけにはいかねえ。どんな手を使ってでも絶対2本目にもつれ込んでみせる。ゴール直前のこのストレートがあったんだっけ。行こうと思えばチャンスはある。だけどなんか引っかかるんだ。コーナーで2度負けで直線で抜いたって、そんなんで本当に勝ったって言えるのか。それで凌介さんは褒めてくれるのか。分かんないけど、もう時間がない。迷ってる暇はない。どうする、行くか、あえて仕掛けずに2本目に持ってくか、どっちが正解なんだ。ボディは使えねえんだよな。道路の真ん中にいても左右にスペースができちまう。こんなやり方は不本意だが、進路は譲らねえぞ。どっちなんだ、凌介さんが望む勝ち方は。どっちが正解なんだ。左か。俺の前には出さねえぞ。こっちだって仲間内のメンツってもんがあるんだ。そこまでやるのか。そっちがそのつもりなら。来た来た、来ましたよ池谷先輩。の八六が消えた。二本目にもつれ込んでもいいと考えるようなら、それは間違いだ藤原。綺麗な勝ち方にこだわるな。独りよがりのこだわりを持つことは自分の殻を小さくするだけだ。小さな殻でまとまってしまえば、そこで成長は止まってしまう。ストレートで抜くことに抵抗を感じるようなら、それはおごりと甘えだ。勝ち方にスタイルは必要ないぜ。行け藤原。消えた、八六がミラーから消えた。バカな、ありえねえ。ついさっきまでぴったりとヘッドライトが張り付いていたはずだ。わけがわからねえ。なんだと。
バカだ。一本目で決着がつくなんて。はじめに言っただろ、発想の転換だって。ドライバーの仕事は車の潜在能力を極限まで引き出してやることだ。突き詰めて言えばその一言に尽きる。速く走るという目的の上で相手の車よりも勝っているポイントが一つでもあれば、その一つを武器に徹底して攻めるのみだ。今日のバトルでお前に体験させたかったのはそういう考え方だ。京一のやり方を思い出せと言ったのはテクニック的なことだけじゃなく、そういう心理面を含めて二重の意味があったんだ。今日のバトルは中盤までで勝負の大半は決まっていたんだ。あの区間を引き離されずによく食らいついた。よくやったぞ。あとはゆっくり遊んでいい。タイムトライアルは中止だからな。よかったな。俺褒められたんすかね。正直言うといまいち納得できてないんすよね。本当にあんな抜き方でよかったのかなって。ギリギリまでめちゃめちゃ迷いましたよ。ここで仕掛けないで2本目に持ち込もうかなって。それやんなくてよかったぞ。あそこで仕掛けなかったら絶対凌介さんに怒られてたぜ。え、本当ですか？当然だろ。2本目以降も同じコンディションが続くとは限らないからな。雨に半分助けられたってことを忘れになって、毎日雨が止んだりしたらあのカプチーノについていくなんて無理だぜ。そっか、それもそうですね。お前個人のバトルだったらどんな選択をしようが自由だけど、今は D の看板背負って走ってるってことを忘れないでくれよな。信じらんねえ。負けることがあるのかよ、この条件で。お前が。俺は絶対信じらんねえ。一体何があったんだよ。わからねえよ。わからねえことだらけだ。ゴール手前のストレートで突然奴が視界から消えやがった。ミラーの死角にうまく潜り込まれたということか。それなら並ばれる前に気がつく。はっと思った時にはもう真横にいたんだ。おいおい、しっかりしてくれよ。なんだよそりゃ、素人じゃねえんだからよ。なんと言われてもわかんねえものはわかんねえんだ。俺が一番ショックなんだぞ。ま、それはそうだけど。お前らだってあの86に勝てなかったわけだろ。もうたくさんだぜ。俺は心底自分に自信がなくなった。しばらくは立ち直れそうにもねえや。あいつは何かが根本的に違う。すげえドライバーだ。それにしても雨の中のブラインドアタックは効果抜群だろうな。ただでさえ見えにくいのに、相手にとっちゃ本当に消えたように感じてたんじゃないのかな。凌介さんも言ってたけど、あれは本当にドッグファイトでは強力な武器になるよ。そうかもしんないですけど、俺としてはあんまり頻繁に使いたくないと思ってるんですよ。つい楽しちゃうから。楽か、あれが。けどとっさに出ちゃうんです。道路を開けてもらえなかったりすると反射的に、っていうかついカッとなって。あ、いたいた。おい、ラグビー。いやー、さっきはビビったよ。どういうわけかお前の86の動きを見失っちゃってさ。いや、俺たちもさ。面目ない。危うく86に跳ねられるとこだったよ。許してやるけどさ。のこのこ出てくるお前も悪いよ。はよ。あのレビン、まさか渡るさんのレビンじゃん。そうだよ、今頃気がついたのか。相手側のヒルクライム代表は渡るさんなんだ。なに。ということはまさか、まさか。
すみちゃん。チャージャーに変えたのか。まあな、去年の秋にあいつのトレノに負けて以来、自慢のターボの仕上がりに不満を感じてたんだ。ちょうどエンジンにガタが来てたこともあって、あれこれ考えた挙句出した答えがこれさ。スーパーチャージャーのダイレクトなレスポンスはどっちかっていうと NA に近い。ターボみたいな癖もないし、まるで大排気量のエンジンに積み替えたみたいなフィーリングなんだ。今日みたいなタイトなコースにはドンピシャにはまるぜ。そのつもりでかかってこいよな。なるほど、そう来なくっちゃな。こっちはターボ使いの神髄を見せてやるだけだ。車並べてくれ。レビン先行の FD 後追いだ。ケイスケ、お前の課題は先週からのセットだ。分かってるな。効果測定にはおあつらえ向きの路面コンディションだぜ。分かってるって。ま、見ててくれよ、兄貴。よし。つけたけど桁違いだよ。兄貴のレビンね、今は改造してスーパーチャージャー仕様なの。スーパーチャージャー？前のエンジン結局ブローさせちゃったの。美月くんの友達に負けたのが相当悔しかったらしくて、気合い入れまくりで走り込みしてたから。へえ、そうだったんだ。それにしてもスーパーチャージャーとはちょっと意外だったよ。でも86みたいな車にはスーパーチャージャーは合ってるんだって。兄貴はすごく満足してるよ。前のターボの頃よりも戦闘力が上がったって言ってる。この先の中低速セクションに突入してしまえば、どれだけパワーがあったところで全部は使い切れない。ドライバーとドライバーの勝負だぜ。ストリートファイトはハートが強い方が勝つんだ。Dark rose, for the reason they don't know. My name
しか進めない。けたびなが今日も踏みつぶしたい。 Yo, hates and pain、 憎しみだけ増やして。 Hates and pain、 染め出せ。 So live 映像受け続ける全身全霊。 Nobody